あ、てか太鼓5台だ。すげえ、めっちゃ多いな。そしてなんか公式前鉢売ってる。すげえ、5500円。この張り紙初めて見た。で、なんとまさかの公式前鉢やっとゲットしました。太鼓系 YouTuber なのにゲットするのが遅いっていうね。で、山吹をゲットしました。これがね、長くて高反発らしいので連打入るかなと思って買いました。いつかね、全種類揃えたいです。とりあえず今回はね、1セットだけ買いました。まあ、一気にね、買ってもどうせ、一気に紹介しないので、まあ、1セットずつね、紹介していこうかなと思います。で、この公式前鉢山吹の使いやすさは今度ね、動画にするのでよろしくお願いします。こんなのももらいました。なんか太鼓の歴史みたいのが書いてあった。旧教隊から始まって、旧教隊だっけ、そうですね、太鼓の達人2001年から2010年かから始まって、あ、もっと古いな、あ、2001かな、ちょっと映せないんですけど、歴史がね、載っています。すごい。すごい、UO キャッチャーたくさんある。で、なんか1プレイ1回33円で遊べる UO キャッチャーがある。まあ、約33円ね。今俺お腹空いてんだよな、普通に食べたい。この辺やったら取れそう。いけ、おお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 え、やばくね、超取れんだけど、これはさすがに無理かな。行くんかい。やべえ、やってよかった。え、すごくね、3個もゲットした。なくなっちゃったし、え、めっちゃ嬉しい、楽しかった。これさ、狭いからそうなるのか。やった、いただきます。やっぱうまい。これ他にもなんか10円の UO キャッチャーもある。100円10回か、なるほどね。1回から3回くらいで取れる UO キャッチャー、初心者マークがついてる。これとか取れそうだけどね。どうなんだろう、これハイエナかも。じゃあちょっと行きましょうか。これはこうかな。うん、もうちょい奥でもいいかも。まあ悪くはない。おー、あ、いた、ハイエナ完了。1回でゲットしました。やった。多分ね、あのマイナショーチャンネル見てればね、UO キャッチャーも上手くなると思うんで、僕もね、今後上達頑張ります。でもさ、100円5回とかの UO キャッチャーあると嬉しい。なんかちょろっとなんか食べたいなって時に、あのちっちゃなカルパスとか飴とかプッチョとか、そういうのがあると100円とかでね、手に入るから普通に嬉しい。これ景品の置き方面白いな。ちょっと1回だけやろう。なんかね、ゲットのポイントはここみたいな、こうやって引っ掛けるのかね。多分このアームで、あー、開かないかな、あんま。おー、あらら、これもすげー綺麗。ちょっとね、10秒ぐらい考えた結果、ここがいいんじゃないかなって。あー、持ち上がるのかな。あー、むずそう。あ、押した方がいいかも。まあ、持ち上がるわけないか、押すしかないね。ってことは何かな。え、むずくね。あ、むず。
こういうのもね簡単に取れると思うんだよな。あーやらかした。あいいかもいいかも、もうちょい手前が良かった、この端っこ。あーむずい。いやここねいろいろ揃ってるしみんな来るわ。で多分ここね栄えた場所だと思うんでなおさら来るよね。いや陽キャッチャーもねかなりあります。で100円3プレイとか5プレイとかそういうのもあるんで素晴らしいナムコ。まあ、他の場所も100円3プレイ100円5プレイとかあるんですけどここはなんか特に楽しかった。今まで来たナムコで一番楽しいんじゃないかな。みんなにもね来てほしいぐらい楽しかったということでね、来たことある方ならぜひねコメントお願いします。ではじゃあありがとう太鼓横丁。